皆さんおはようございます。おまけチャンネルへようこそ。今日からついにこのペットボトルトレーニング最後の1本、これで10キロになります。今日はこれをここのリュックに加えて10キロの重りを背負って走っていきたいと思います。ここまで2キロ、4キロ、6キロ、8キロときて、まあ、走れてきているので、多分この1本増えても走り切ることはできると思います。いや、これでようやくスタートラインですかね。あと1週間ちょっとで富士山登る日がやってくるんですが、まあ、事前に手前ショルガンを背負って、その上に飲み物とかを入れたぐらいの重さを想定して今トレーニングをしているので、まあ、いいシミュレーションができてるんじゃないかなと思います。で、昨日のトレーニングで滑り止めをこちらのリュックのアジャスターのところに挟むっていうことをやりました。で、すごく効果が良かったので、今日はこことあとここのキュッてこの背中のリュックを引き寄せる部分のアジャスターがあるんですが、ここにも少しズレが気になっていたので挟んでみました。そのあたりもちょっと効果がどのくらい出るのか、ちょっと様子を見ながら走っていきたいと思います。今日はね、これから北海道に向けて出発なんですが、朝今5時半ちょっと過ぎですね。はい、行ってきたいと思います。頑張ります。じゃあついにこの重りが、今リュックの中に10キロの重りが入ってます。初めての10キロを背負ってのランニングです。行ってきたいと思います。頑張るぞ。はい、今いつもの折り返し地点のちょっと登り切ったところまで来ました。いや、いつもこのシャツ着てますけど、ちゃんと毎日洗濯してるのでご安心ください。今日はね、8キロから10キロに重りを増やして、肩のね、重りを増やしてきてるんですけど、いや、結構やっぱこの毎回感じるんですけど、この2キロの増アップっていうのは結構、特に最初の1日は負担がきますね。走ってて、やっぱ汗をかくのが早くなるし、足に対して負担がかかってるな、来てるなっていうのがすごくよくわかります。でもここまで歩かずに、まあ苦しい、きついけど、走れたので、帰りも頑張って走っていきたいと思います。ここからね、富士山に挑戦する日までは、まあ途中休憩っていうのも絶対必要なので、結構負荷を高めのトレーニングをしているので、休憩も休む日も折り混ぜつつ、ちょっと計画立てていきたいなと思います。ちょっと週間天気予報を見てると、ちょっと雨予報があるのがちょっと心配ですが、まあ何日間かね、富士山に挙戦する日にちの予定日を挙げてるので、今日なら行けそうっていう日を見つけたら、そこに標準を当てて狙いを定めて頑張りたいと思います。よし、じゃあ後半も頑張ります。はい、今帰ってきました。今日は8キロから10キロに、いよいよ目標の10キロに変えて走ってきました。今日はここの肩のところの、ここのアジャスターの部分にも滑り止めのシートを挟んだので、ズレがなくてよかったです。ただまだやっぱりこのベルトの調節っていうのはすごく難しくて、多分まあ重くなればなるほど、ここの肩のここに食い込むっていうんですかね、それでこう腕へこう、なんだろう、血流が良くなくなる、なんか手指がむくみやすくなっちゃったので、ちょっとうまく分散できるといいなと思いました。でもね、これで一応10キロの目標の重みまでは到達できたので、あと1週間ちょっとあります。まあ、そこでちょっとずつトレーニングを重ねて体を慣らしていこうかなと思います。では今日はこれから北海道に向けて出発なので、着替えて車に荷物を積んだら、まずは仙台、今回は仙台からフェリーで苫小牧まで行きます。いや、実はね、フェリーとか結構苦手なんですよ。なのであんま揺れないといいなと思いつつ、今日はそのフェリーの上で一泊過ごすという初めての体験もしていきたいと思います。あ、このリュックも北海道に持ってきますので、北海道でも毎日学校公園ツアーがあるんですけど、まあ終わった後はフェリーの時間なのでトレーニングしたいと思います。じゃあ何かに向かって頑張ってる方いたら一緒に頑張りましょう。で、チャンネル登録とかまだの方、もしいたら、チャンネル登録して応援していただけると嬉しいです。いいねや
感想コメントもとても励みになるので、もしよかったら一言だけでも残していただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんも怪我に気をつけてお過ごしください。バイバイ。